みなさんこんにちは。こんにちは。ちはレクセニン講師の木村です。レクセニン講師の松本です。今回はですね、はい、今回はですね <laughs>、えー、本試験の合格発表後の対談動画ということで、また木村先生と二人でちょっと動画を撮っていきたいなと思っております。はい、コラボガイダンス第二弾。二弾ですね。よろしくお願いします、はい。前回ひどかったんでね。うん、<laughs> そんなことないっていうことで、はい、はいえー、今日はどんなお話ししていきましょうか。はい、合格発表後ということで、今一度もう一度本試験のね結果を振り返ってみようかなと思っております。はい。 それでは、ね、ちょっと見ていきましょう、はい、はい。合格者数と合格点の推移ということで令和4年度黄色いところですねはい、もう皆さんね十分ご存知だと思いますけれども、はい、え振り返っていきましょうか総合の合格点が79.5点はい、はい はい、さあこれは予想通りでしたでしょうかね。<laughs> 松本君なんかね85いっちゃうんじゃないとか言ってましたよね <laughs> いやいや。80は超える可能性あるよって言っただけですじゃあね択一の方も一度もう一度だけちょっと振り返ってみまして、はい、基準点が37.5点でしたね。はい これは前回の時ももう発表されてましたよね。そうですねやっぱり半分ぐらいで切っているんだなというところになりますね。うんうん、まあ16行っちゃうんじゃないのって言ってたところでまあ15だったというところですね。うん、まあでもやっぱり上にかわあの溜まっているのは変わらないところですねい。本当にこのね50と47.5の人数ね、うん、すごいね。じゃあ記述についてもちょっと見ていきましょう。はい、はい。ちょっとね大きくしまして、はい、もうちょっとですかね。 20点、34点でしたね。はい、ここね<点>結構シビアに切られちゃってますよね。これどうですかね？25％、もちろん卓一突破された方の中で25％っていうことになるんですけれど。 うん、でもここを例えば33.5とか33にしちゃうとやっぱり総合の方でまあ当然80ね超えるような形でやっていくしかなくなっちゃうのでまあ例年だとやっぱり30%から35%ぐらいで切ってるように見えるんですけれど今回25%まあ想像以上にもしかしたら足切りにあった方がいらっしゃったんじゃないかなと そう正直、まあ、これ発表される前から、まあ、私は今回、ね、0.5点、まあ、1点、ねまあ、そういったところで、まあ、涙流しちゃう人が多いんじゃないかな、まあ、例年もちろん、ね、いらっしゃるんですけれども、まあ、例年よりも多いのかなって思ってたけれども、まあ、肌感覚としてもやっぱり報告を受けている中でそういった方が結構多いですね。 実際土地と建物ではどうでしたかね、うん、先生の報告を受けている限りでこれがちょっとね実は土地が本当に難しい難しいと言われつつ、まあ、合格している人はかなり土地取れてるんですねあそうなんですねうんなので、まあ、土地の方でそんなに取れなかったっていう声を、まあ、聞かなかった、うん、うんだからまああの9ページという長い問題の中で比較的皆さんねあの、まあ、書けるところ書いてよっていうことは、まあ、いつも言ってきたので。 できることをやってたんじゃないかなっていうふうに思いました。うん じゃあまあ、建物は、ね、当然、皆さん、ねうん、安定して合格者の方は取ってきたようにです、ね、そうです、ね、まあまあ、ここミスってるかなっていうところをミスってる人も多かったんですけれども <laughs>、ね、ただ、択一で高得点を取ってであの土地の方でもある程度取れていたら、まあ、その建物の,、まああの付属の床面積のミスだったり建物図面の敷地の,、ねうん、あの部分だったりっていうのは、まあ、ミスしてしまったという人も、まあ、カバーできていた。 ねうん、それでまあ合格していたという方、報告ね、結構多かったです。はい、じゃあ、総合をちょっとね、また振り返ってまいりましょう。はいはい、点とというところですね、はい、トータルの得点自体、79.5点超えてる方がやっぱり500人ぐらいはいるんですけれど、うん、まあちょっとお聞きしましょうか。うんうん、でも合格者は425名。そうですねということはやっぱりそこで足切りにあってしまった方、正直。 本当にやっぱり書式で0.5点足りなかったでも総合では80点超えてるっていう報告何名かから、ね、<ー>聞いています。 うんこれは痛い。まあ正直私あの予想で総合79で書式の方は仕切り33というふうに予想してしまったので、まあそこにかかってしまった人には本当にもう謝罪するしかないかなというふうに思ってます。ごめんなさい。だとしたらあの80超えるかもよなんて言った私はもっと謝らなきゃいけない。申し訳ないです。申し訳ないです。後でボーズにします。いやしないです。しないです。はいごめんなさい。はい。で。 今回ねねと、えー、逃げ切り点ですか、ね、うん今回基準点プラス8点ということで、うんうん、まあ逃げ切り点としますと卓一19問以上で、うんね、こなりたね18じで足りなかったでも19問も例年並みじゃないですか、ねうん、まあ逃げ切りという点ではねもうそれはそのぐらいいって当然かなというふうに思います。うんうん、じゃあ先生の79点の方が予想近かったということで。 <laughs> そうまあ、予想はね正直あの、まあのまいろんな方の予想を聞いても近かったは近かったけれどもやっぱりもうこれ低く予想してしまったらもうこれはドボンだと思うんですよ。ねまあ、これご覧になってる方のの中でもまあ33点の書式 っていう人もいらっしゃるでしょうし、うん、あとは79点だったのにっていう人もいるいらっしゃるでしょうし、まあ、やはりまそれを考えるとどうしても予想ってまあ高め高めに寄ってしまいたくなるんですね。うんうん、ただ今回はやはり卓一がまあ,あれだけでもう皆さんが取れてるっていうところで、ただこの試験って本当に難しいところが。 卓一と書式ともうこれ総合的に学習して、ね、両方の点数を一定数取るっていうのが本当に難しいっていうのを私も本当にねあのよくわかっているのでだから卓一が満点取れたっていう人の中でも、ね、19. 20 19問20問取れた人の中でもやっぱり書式全然できなかったっていう人が一定数いるということからやっぱり80点は届かないでくれという願いも込めてね79という予想をさせていただいた。 ということになります。はい。いや80点超える予定で僕予想したでもそれもえ書式のね採点の仕方一つで変わったりしませんっていう言い訳をちょっとさせてください。そうですね。されてください。でもそれは実際わからないわけじゃないですか。で皆さんも当然わからないと思いますのでぜひねちょっとこの後開示請求、答案の開示請求していただきたいなと。やった方がいいと思います。であの合格者の方にはあのお願いしますやっていただきたいんですね。で。 今回残念な、ね、結果だった方っていうのはもうご自身のためにやってください、ねうんね、自分がどこで落としていたのか、ね、例えば、ね、試験が終わった後に再現作った人結構いらっしゃると思います、うん、ただ帰ってきて開示見たらあれ全然違うこと書いてる。ああります、うん、僕がそうでしたうう本当にそっか あると思うのでやっぱり自分が失敗したところをしっかりと見直すっていうのは、うん、もう令和5年の試験を受けるにあたって絶対的に必要だと思うので,うで、ね、令和5年受ける人は絶対やってくださいでレックでは、ね、こうやって開示請求の答案を募集しているんですけれども、うん、先ほど、ね、木村先生がおっしゃった通り 提出、まあ、もちろんしていただきたいんですけどそうじゃなくても、うん、やっぱりね開示請求はぜひしていただいて、うん、ご自身の答案分析していただければなと思いいいまますすはい、ぜひお願いします、はい、で一応ね、ね開示請求の仕方なんていうのも法務省の方にもあの、うん、フォーマットのようなものが用意されておりましてこれですね、はい、一応記入例なんていうのがありまして、うん、チェックつけていただいたりするだけで開示請求答案1ヶ月ほどですかね請求してから届くことになりますので、うん、ぜひ、ね、皆さん、本当に来年度の受験目指される方はもうとにかくぜひ。 ね、はい、その上でもしご提出いただけるのであればね、ね、うん、よろしくお願いいたします、はい。こちらの方も提出していただいたものはしっかりとね、はい、チェックして、えー、どこでね多く減点されているのかなっていうのはもう講師、はい、そしてスタッフしっかりとね、はいえー、検証していきたいと思いますので、でぜひお願いします。ご協力お願いいたしま,いします。はい、あとはあの住民票の写しとねちょっと必要書類ありますのでそちらの方も確認してください。はい。 はい、それではではすね令和5年度の本試験を受験される皆様はどういう学習を今後していったらいいかというのを令和4年の試験を受けてじゃあ令和5年、ね、どんなふうにまあ変わってくるのか変わらないところはどこなのかこういったことですね。 まあ、令和4年度のやっぱり択一うん,ううんこれは間違いない、うんうん、やっぱりここ報告受けてるのが、まあ、正直、まあ、私のインプット完成講座の受講生からだとレックのテキストもうちょっとボリューム多すぎてあ全部できないよっていうようなこともまあよく言われます。<laughs> すねうん、ただ令和4年ののの試験に関しては、まあ、その方は、まあ、そそ方 テキスト全部やり込むっていうのはまあ不可能だからまあ講義の中でまあ私がマーカー等でチェックしたところだけをもう徹底的に潰したとそれで19問取れたまあ実際にそういう試験だったと思うんですね。でまあ実際に報告他の方も受けてますけれどもまあほとんどの方がまあ19問ねまあ平均で取れているのでえじゃあ令和5年どうなるか。 っていうとどうでしょううんまあ相対的に見てっていうところもあるんですけれども、うん、まあ令和4年よりは難しくなってくるんじゃないかない、ねうんうんまあそうですよね。まあ択一まあここまでそんなに簡単というふうに感じた年って、うん、まあしばらくなかったかなというふうに思うんですけれども、ね、急にねやっぱり感覚的に令和4年はまあ解きやすかったっていうのがあるので、うん、まあどうしてもそれよりは難しくなると思います。うん、そうですよね 特に民法ですかね。民法を今年は三問取れるぞっていう令和四年ですね。問題だったので、まあなんか細かいところをやっぱり聞いてくるような問題が出てもおかしくないかなっていう。うただそれに引っ張られて難しい論点細かいところに、ね、例えば B ランク C ランクのところを学習するべきかって言ったら違うと思うんですよね。う,ねうん。うーん もう民法につきましてはなんでしょうね。皆さんが落とさないところ、もうみんなが落とさないところを同じように落とさないで取ってくるかっていうところの方がむしろ大事かなっていうふうに思ってきますね。まあ正直民法で個数問題ってまあ絶対ないと思うんですよ。ないと信じたいんですけど。<laughs> 正直まあもう全部不当法ひっくるめてもね、まあここ数年出ていないので、まあだったら組み合わせ。 方だったらすべ、まあ、ての足を読めば、まあ、答え出る確率の方が高いただし民法ってやっぱりそうじゃない場合もあるんですよね論点自体が B ランクみたいなのがありま,すから、ね、ありましたよね。なのでもう正直そういうのが出たら、まあ、それはもう捨てちゃっていいと思うんですけど <laughs> そのぐらいの気持ちで,そ,で、ね、そこでずーっと時間だけ使っていくっていうのは本当にうまくないので、うんうん、あとはもう最終的には民法ってやっぱりまあ我々の日常生活に関する法律なので。うん もう最後はもう常識的な感覚でう解いていくしかないかなっていうのをその民法、以上、改正がもう予定されておりまして、はい、どうですかね、私はいきなり出てくることはないと信じたいんですけれども特に調査士試験はね、ん他のまあ試験を見てっていうのでもいいのかなと思うのでうその改正部分をガツガツやる必要っていうのは正直、全くないと思います。はい、ただ今回の改正って まあ総輪関係とか、うん、あと、まあ、共有のうんまあ正直、あの調査試試験でも A ランクと言われるところがあるので、まあ、ある程度のところはね、これ、やっておいた方がいいと思いますね,すね、まあ、何が出るかまだ全然わからないので、うん、その中でも、うん、まあ大事だろうなって思われるところ、うんね、そこだけの学習にまずは注力していただけるのがいいんじゃないかなとうう、うんね、民法、まあ、これからしばらくね、続きますからねそうですね、うんまあ、令和6年になると、やっぱりあの相続登記の義務化なんていうのも入ってくるので、 まあちょっと改正がね多くなってくるのでやっぱり令和5年取っちゃいたいですよね <laughs>。そうですね。もうできるだけ早く。うんそうしましょう。はい。はい。書式についてはどうですかね。書式はやっぱりまあ近年の傾向が続いていくんじゃないかなと思います。例えば土地だったらやっぱり今回のようにまあ問題の長文化というのはもう避けられないでしょうね。うでやはりあの調査の部分に重きを置いてでやはりページ数っていうのはある程度。 ペ、うん、ページ9ページジしなななきゃいけないけのかな、うんうん、ただ計算部分はどうかっていうとやっぱりこれは。だいぶ液化してると言いますかね、うん、優しくなってるんじゃないかなっていう印象を、うん、まあ優しくと言いましてもね、うん、もちろん皆さん本試験の中で緊張感の中で解かれているので、うん、出てこないようなんていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、うん、論点だけで言うと。 ここやっぱり5年ぐらいはかなり優しくなってるんじゃないかなっていう印象は持ちますねうん、うん、同じくですで、まあ、あとは、はい、例えばその長方形に気づかなきゃいけなかったとかあ、はいまあ、実際に気づければ本当に長方形の面積ででもそれひらめくかどうかっていうね、うんまあ、そういったのはあるかもしれないけれども計算自体が複雑だっていうのは、うんまあ、あまり予想しづらいかなで、ね、でこれからもそういうのが続いていくかなっていうそんな感じは受けますよね。はい、同じくです、はい なので、やっぱり択一も書式もですけれども、うん、あんまり手を広げすぎずということで、うん、そう。もうこれは結局だからずっと同じこと言ってますよね。そう,ですねうん、もう重箱の隅つつくような。勉強はもう。これしたら絶対に合格から遠のいちゃうので、うん、まずは基本を潰す。はい、うんなので、まあ令和4年の択一問題でまあ、例えばそうですね。足切りにあっちゃったとか。うん、まあ、そういった方はまあ、やはりあのテキストをしっかり読むっていうところから始めて。 いただいた方がいいのかなと思います。うんはい、はい。はい。えー、ではあとお知らせですね。はい、こちらご覧ください。はい。えー、合格者交流会、はい、ね、はい、これを久しぶりに実施できることになりました。はい。<laughs> で今回は。 令和2年度、3年度、4年度、もう3年分の皆様、はい、ね、<ー>ご都合をつけてぜひ参加していただきたい。もう皆さんにおめでとう言えてなかったので、はい、もうここはちょっとね盛大に盛大にって言ってま <laughs> ちょっとねいい <laughs> もの渡せないかもしれない <laughs> うん、でも本当にみんなでねあの、はい、ワイワイやりたいと思いますので、ぜひ。 いらしてください。三年分の方いらっしゃるんでね。ぜひ本当にその中でも交流を持っていただければなって思います。そうですよね。もうこれからまあ実務やるにあたっても、やはりね、こう皆さんと交流を持っていただければ。もうそれは絶対いいですよね。はい、もちろんです。はい。で、日にちが三月の四日、土曜日ですね。はい。十四時から開始、受付が十三時三十分となっております。皆さんね、この日程開けておいてください。はい。お待ちしています。はい。はい。それとですね。もう一つ、二つお願い事がございます。 何かとと言いいますすこれですねはいはい、皆様筆記試験合格されたということで講述試験に臨んでいただいたかと思います。でその中でもし何かあれこんな質問あったかなとかなんか気になった質問がもしありましたら是非今後の,その対策にね役立てていきたいなと思っておりますので是非 一つでも二つでも構いませんのでご報告いただければなと思いますそうですね皆さんの後輩のためにもぜひねここはご協力いただければというふうに思います <laughs>、はい、よろしくお願いいたしますはいそれとですもう一つ合格された方にお願いがございますそれはですね合格体験記の執筆をお願いしたく思いますぜひお願いしたいこれははい、うん、一応対象のね資格なんか今ここにあ、えー、書いてあるんですけど応募資格なんか えー、レックの調査士,講師、うん、調査士学習高専はあらないでくい <laughs> とトレン連フールバックを受講していただいた受講生様そして合格していただいた方って限定になるんですけれどもぜひそのね学習方法ですとかモチベーションの維持の方法ですとか皆様の後輩になるであろう方の。 ね、役に立つと思いますので、ぜひ、これもご協力をお願いいたします。はい、やっぱり、どうやって合格したのかっていうところは、本当にね、うん、受験生は知りたいところだと思うんですね。はい、であと、これ書いていただくと、講師は喜びます。本当に、本当に、<laughs> 当にあの講師のモチベーションにもね、つながるので。はい、あの、悪口はやめてください、ね。<laughs> ぜひ、あの、書いていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。で、合格体験記のエントリーなんですけれども。 2月の17日の金曜日からエントリー受け付けておりますのでぜひよろしくお願いいたしますお願いしますはいそれではね今回対談動画第2弾ということでお話ししてまいりましたけれども、はい、ちょっと噛んじゃったかな <laughs> いつもなんで大丈夫いつもじゃないんで大丈夫じゃないんですけれども、はい、うん、でもまあこんな感じでね、はい、ステーだけれどもやっていきたいと思いますはいはい。はい、それではねじゃあ今日はこの辺ではい皆様さよならさよなら <laughs>